駐車場に向かわないとねさあ走っていこうダメだビクトリアからメール<だ>あんたの最後の一枚よだって <laughs> 知ったことも巻き戻そうどうしたよ あ,あ、こいつをどかすってことかさあアリスさんお話ししましょああ遅かったアリスさんそこどいてあ,あ別にいいけどおい危ねえやっとちゃんと人助けができたこういうのがしたかったんだ <laughs> <laughs> そっかそっかよかったよかったじゃあ行きましょう。さっさっと駐車場に行かないとねえ お、お。いいか、俺は生徒のことは何もかも、把握しているんだ。<あ>黙っていないなで、なんとか言え。セキュリティだ。何のことかわりません。もちろん写真撮るさ。いいか、よく聞け。俺の目はごまかせない。隠しシンとかできるなどと、思わないことだ。わかったら、もうやめてください。一体何のことをやってんだろうね、カク剤？ちょっと待って、これいけない。これやっちゃダメだ。あのね。 確かこれやった時にねなんで言ってくれなかったのみたいなこと言われたんでなんで止めてくれなかったのほら言われた黙って見てるだけなんてダメだめだだめだこんなひどいことしちゃダメだめだケイトとデイビットの間に割って入ればよかったそういうことだよ何なのあの人最低戻って別の対応を試してみるべきかもそういうことだ仲裁する仲裁っていうかケイトの仲間になるんだけどねもうやめてください そういうことだなんだお前は仕事の邪魔をしないでもらいたい生徒を怒鳴りつけいじめることが仕事なんですかなんだと、ね、人気の悪いことを言うな安全を守るため嘘ばっかりお前も要注意だなこのことはよく覚えておくこの言い方最悪だねまあ俺もたまに言うかもしれないけどね <laughs> マックスありがとうやっと追い払えたよもう行かなきゃいけないんだけど 本当に感謝してるから気にしないでバイバイさあ駐車場行こうさあ駐車場だといってまずはここからなんだけどねうんあれドローン鳥かなすごいな最新のものがあったりするね <laughs> ドローンも欲しいなお駐車場来ましたね これ高校か専門学校だよね、きっとそう思うと車持ってるっていうか車で来てるのとかすごいねさすがアメリカって感じ正義感が強くなってるねさあウォーレンちゃんナクス彼氏見てよこれどうしたはいこれ <laughs> 抱きしめようと思ったけど失敗 車買ったんだ,買ったんだいいね、レトロな感じで。78年生だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。これいつもだあしたの今日はなんかすごく色々あって。ヴィクトリアのやつ、SNS にアップしたマックスの写真。まだ削除してないよ。<laughs> 大丈夫だよ。気にしないよ。大丈夫。 私もビクトリアの特ダネ写真をアップするつもりだから。<ー>マジかよ。<laughs> あいつの間抜け面がネットに出回るとは、まさに因果応報だな。<laughs> ビクトリアがしてきたことを思ったらいい薬だよね。そういうこと。に入れてあった映画見てくれた？映画？見てないね。勉強とかいろいろ忙しくて時間なくて。一年ぐらい貸してたのに。一週間でしょ？<laughs> タイトルだけは全部チェックしたよ。 持たね、ちょっと待って、食人族見てないの？そんなタイトルあるの？見たよ。<laughs> それよりシープなヴァンパイア映画の方がげんなりした。エモいヴァンパイアの良さがわからないとはね。エモどうなのそれ？そんな言い方されると傷つくじゃん。うん？ファスタップシーキャットダイダイ？ファスタップシーキャットダイダイまで持ってるなんて。 あの監督はモノクロ映画の天才だよ。<laughs> 巨乳もやばいしね。普通女子相手にそういうこと言う。<laughs> ごめん、ごめん。そうそう、い今週末、俺の車で一緒に映画でも見に行かない。それどころじゃないかな。聞いてくれる？とね聞いてくれる？聞いてくれるだけでいいから。ウォーレングラハム先生に話してみな。 悩みがあるなら何でも相談乗るよ遠慮しないで <laughs> 本人のこと先生っていうねその前にお願いこの感じも誰にも言わないでね,いいねネットに書くのもなし当たり前だろう。大丈夫話してよ今日ねジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたのいまだに信じられないウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことあるマックスコールフィールドだなお,来たぜお前ジェファソンの取り巻きだろう。 授業なら受けてるけど同じことだ写真を撮ったなお前女子トイレに隠れてただろてめえ校長に何を吹き込んだいえー、あ、銃を持ってる生徒がいるってだけ俺が持ってたの間違いだろ <laughs> おかげで呼び出し食らった <laughs> 当然だお説教されたのがそんなに不満 <laughs> 俺は誰の説教も聞かない誰の指図も <laughs> 受けない姉さんあなた普通じゃないよ 生意気な口をきくれ。余裕かましやがって。人の心配してる場合か。怖っ。警察呼ぶよ。警察呼ぶよ。やってみろ。警察は俺の味方だ。いい加減にしろよ。う<っ>、わわ、頭痛系。ちょっとやめてよ。俺に指図するんじゃねえ。親も、校長も、お前も、全員黙れ。う <laughs> <laughs> わーお。お。

もう勘弁してほしい。コーラ、ありがとう。五年経っても相変わらずだな。男っぽいね。そんな顔すんな。久々に会えたんだし。本当に男っぽいね。に会えて嬉しいよ。<laughs> それからありがとね。今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。で、さっきのは何？ん？さあ。 さあ、でもあれ、プレスコット家の子だよねバカ息子なあの男子あるじゃん <laughs> ウォーレンね借りを作っちゃったな借りは面倒だぞトラブルまで起こして静かな街だから帰ってきたのに全然落ち着かないシ、うん、アトルは肌に合わなかったんだそうなのかもねそうなのかも楽しかったけど地元から離れてちょっと寂しかった そういう感じなんだね俺は好きだよそちこそどこの不良パンク少女かと思った <laughs> 減らず口は変わらずか <laughs> そうでしょ帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろう。もちろん写真の授業で有名な学校だしマークジェファソン先生に教えてもらえるんだよつまり私のために戻ってきたわけじゃないと <laughs> クロエとも会いたかったんごめんなさいって感じだね <laughs> どうかな5年間音沙汰もなかったんだ <laughs> あ連絡したかったようにしと連絡したかったよでも急な引っ越しでバタバタしてよく言うよ <laughs> 電話くらいできただろ厳しいな戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は<ー>学校に慣れようと必死だったのた内気な自分はもう嫌で 連絡したいと思ってたよジェファソンにはそんな見えすいた嘘つかないだろう <laughs> <何> <laughs> 見えすいた嘘 <laughs> 本当のところどうなんだろうねわかんないやいいねこういう景色も好きだよ灯台見えるね向こう側ににしてもすごいタトゥーあーカメラぶっ壊れてんな壊れちゃってるよ 子供みたいに泣くなよ。<laughs> 泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう。困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない？専用の工具がいるんだけど、<ー>そりゃ失礼。でもガレージの中には色い々ろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。そうだね。おクロエの家に行ってみましょう。まあ、昔からの中ってことで。 最後まで見てくれてありがとうございますまだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録をお願いします僕のチャンネルにはたくさんの動画があるのでぜひそちらもチェックしてみてくださいまたね